はい、みなさんこんにちは。えなでーす。中です。ビブローグでーす。岐阜県の中仙道にある馬込に来てます。馬込塾ってところだね。そう、この道の雰囲気が、しかも下もね、石畳になってて。今日の動画は中仙道いろいろ。岐阜がメインってことだね。そう、岐阜だけ。お昼ご飯食べようと思ってもどの店も並んでんだよね、めちゃくちゃ。とりあえずなんかね、食べたい、はい、蕎麦とか食べたいからちょっと探してみます。どこのレストランでも並んでる、ね、今時間がね、12時40分、ね、だからみんな食べてる時間、お昼ピークだから到着時間を間違えました、ね、ずっと道を降りる感じで、ね、観光案内所があって、そこでなんかキャンペーン今やってる。1500円をクーポンを買って3000円分の商品がもらえる。中津川ウェルカムクーポンってことで、そのクーポンが使える蕎麦屋さん。そうだね、今並んでます。いただきます。はい、いただきます。私がこれ食べたい。おこわ、栗おこわ、めっちゃもちっとしてる、すごい。うん、甘っ。うまい。栗もおいしい。うん、おいしいよね。うまっ。そばとご飯は炭水化物に炭水化物だよ。そうだやばいよ。うん、そばも美味しいよ。はい、あ、ダルそばなんかうまいと思う。はぁ、そば、ね、そば美味しかったね。お腹いっぱいになっちゃったよ。え、この後デザート食いたいけど。そうでしょ。ちょっと歩いて散歩して。キントンは有名なんだよね。そう、栗キントンは中津川で有名。キントンソフト食べたことないね。まあ栗の味が濃いソフトってことだね。うん、うまっ。超美味しい。タカにあげない。喧嘩になる。これいろんなお土産屋に入ると気づくのが、みんな同じこと言ってる。栗キントンのものか、木で作られたもの。もうちょっと栗のものを買っちゃった。超可愛くない？栗のどら焼きみたいな感じ。私はこれを買ってる間にタカが裏で全部アイスをこう早く食べてる。食べないで。はい、レナがそっちに気取られたみたいにアイス食べてやろうか。やだ。はい、いただきます。うん。ふわっとして。栗のクリームが入ってる。おい、欲張り女。でもなんかこれなんか同時に食べるのは絶対に美味しい。あ、つけたらディップしたらうまいかも。めちゃくちゃ栗だよ。これがデブへの入り口だよ。かもしれない。帰りの上り坂が地獄だよ。うそ。もうだいぶ暑いよ。息上がってきたし、マスクしてるから余計に酸素不足で。だからあれはタカの運動不足だよ。こうかな。サインがあった。エナさん、あのこの近くで一番でかい山、こっちにあるんだけど。今雲がかかってる。そう、それ。昨日現在。入りました。入りました。なんか雰囲気いいね、これ。来ましたね、デザート。気づいたのが、さっきと同じお店に入っちゃって違う入り口が。残念ながら。クリームあんみつと栗ぜんざい。栗ぜんざい。
からもうちょっとプリン食べたいなと思って。もう俺プリンだもん。うん、プリン美味しい。うん。うまっ。ん？うわ。マンゴー？栗じゃない？あの栗をさ、マンゴー。嘘。冷た。急にマンゴー入れるここに。ごちそうさまでした。もう一回、もう一回。はい。はい。やり直し。カット。すごい。めっちゃ地獄の坂ですよ。今100メートルぐらいね。駐車場の裏側に展望台が。おお、海抜2192メートル。あ、違うわ。レナさんが向こうに見えてる山のトップが2192メートル。見えてない山ね。ちょっと道の途中にドイツのマークを見つけて、ここになんかドイツのパン屋さんがあったから、急に現れたね。私ドイツ人でパンを買いたいと思います。まずはこれでしょ、プレッツェル。なんかいい感じ。2個買おう。あ、なんかね、チーズもあるよ。チーズも食べたい。買っとけじゃん、チーズも2個。こういうのはいい。どう？ライ麦パン。そう、これなんかアルプスの少女ハイジで出てる。そうそうそうめちゃくちゃ可愛いパンを見つけたよ。ミニ食パン。ゲットしました。よかったね、ドイツのパン屋さん。チーズのプレッツェル食べる？あ、いっぱいチーズが乗ってる。すごいね。もう開いて開いてないじゃん。そう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 。はあ、いい匂いする。ドイツの匂いする。いただきまーす。うまそう。グーチェンアペティ。グーチェンアペティ。うん。チーズ。だって相当チーズ食ってるもんね。うん。うん、お店の中でちょっと喋れなくて大量にゲットしました。栗きんとん、家族とかにもいろいろいろんな人にあげるために大量にあのお土産を買って、中津川の川上屋っていうお店なんだけど大行列。というわけで買ったので僕らは次のスポットに行きたいと思います。次はエナキョ、エナキョに着きました。もう4時ちょっと過ぎだから、ね、夕暮れ時のこの斜め日差しがめちゃくちゃ眩しくなってきた、ね、あっちになんかあれなんだったっけ、観覧車、うん、があるね。エナキオランド、あ、幼稚園、あ、幼稚園じゃないよ、遊園地。幼稚園、幼稚園じゃあれでかすぎるだろ、幼稚園。あれ、島があるよ。弁天島らしいよ、あれ。弁天島？うん、弁天さん。弁天？あの、スタチューが弁天さんなの。ああ、なんか、ブッダ、仏教のなんか？ちょっとわかんない。詳しいことは聞かないでほしいんだけど。弁天島は何か分かったよ。弁財天という仏教の女性の神様。ああ。で、弁天ちゃんね。弁天ちゃん。それは逆に起こるんじゃないの？エナ教で。散歩して、いろんなアングルから木曽川の恵那橋を見て、雰囲気がいいね、うん、晴れてるけど、これさ、紅葉の時期めちゃくちゃ綺麗なんじゃない。今日の動画をここで終わりにしたいと思います。私たちの動画が面白かったならいいねボタン押してください。で、まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してくださいね。で、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。